シロ、初めてあなたを憎んだ。あなたは私にあなたを殺せというのですね。いいでしょう、望み通り。私の手であなたの首を。セイバー、セイバー、手を。あなたの処刑は先送りです。サクラは救いを求めている。剣を持っていかないと。くれたんですね、先輩。随分と遅いから逃げちゃったのかなって勘違いしちゃいました。ごめんなさい。今すぐ私を呼び戻しますね。先輩を驚かせようと思って出口にいっぱい配置したのは失敗でした。さくら、遠坂はどこに？姉さんですか。
先に父さんが来たはずだ。あいつどこに行った？お待たせー。
ハブラブ激甘エンドだよ。やったー、優柔不断な男の子をみんなで慰めてダメにする素敵な。ってこれのどこがラブラブエンドだ。やっぱり無理あるっすか師匠。もうこういうサスペンスなの禁止。苦労して倒したはずの怪生物がエンディングロールの後に蘇ってフィンとかもう大好き。不滅ゆえに怪物だからな。おお先輩久しぶりっす。まったく、これというのも変な未練にこだわったからよ。助けられるのは一人だけ、その覚悟で最終決戦に臨んだんだから、どんな状況だろうと貫き通さないと。あっ、立派です師匠。けど本当にセイバーを救うエンディングはないんですか。セイバールートをやれ。身も蓋もないけどそういうことね。さくらちゃんルートでセイバーちゃんをハッピーにするエンディングはないので、セイバーちゃん支持派は諦めてください。タイガー道場もこれで本当におしまいです。全40回飽きずに付き合ってくれてありがとうございました。うわそんなにあったんだ。けどタイガー、このスタンプ全部集めるとどうなるの。それは集めてのお楽しみ。本編ももうすぐ終わるし、まだ見てない道場があったらスキップ機能を駆使してやり直すのも楽しいかもね。何にせよ今までプレイしてくれてありがとう。本編もあとちょっと、最後まで頑張ってね。うん、今まで本当にありがとう。楽しかったよ。それじゃあバイバイ。縁があったらフルコンプリート後に